おはようございます。今日は伊勢町にやってまいりましたけど、はい、今回何の食材ですかね。今日はなんと蜂蜜です。蜂蜜、ちなみにここは何ていう。ハニーキュービーさんに。ハニーキュービーさん、はい、ハニーキュービーさんよろしくお願いします。初防護服ですか。初防護服すげえ。これは大丈夫やろ。そうだ、はいはい、不審やな。これはどうですか。え、大丈夫、穴ないし、いいですか。うん、さんが避けていくんでしょ。準備万端ですか。めっちゃあれそうですすごいですね。はい。うわ、テレビで見たことある。開けますよ。うわー、すごい。形ではあるんですけど。何匹ぐらいいるんですか。だからこの1枚の時に2000匹ぐらい。2000匹。2万匹。ペロモン。チリすごい、マジ。よく生かされてるのがサナギで、幼虫が中でこう蜜っていうのはその、うん、花から取ってここに溜めていくみたいな。溜めていく、ちょっと想像していく感じですね。集めてきた段階ではただの花の蜜なんですけど、はい、蜜たちがこう風を送って、はいはい、水分飛ばして蜂蜜にして、まあ、できたよっていう印でまた蓋をしたと。あ、ちょっと音大丈夫ですか。あ、大丈夫。ああ、ちょっと手に。あ、大丈夫ですか。これはすごい。これはすごいね。女王蜂がいました。この赤い印つけてるの。もう、はい、うん、女王がいなくなるとその群れは崩壊してしまうので、うん、だから必ず女王がいるかを確認しないと。じゃあどれぐらいの周期でできるんですか。韓国はあと1日とかで巣を持ったりしますね。この形ができるんですかね。そうです、そうです。巣を作るのに1日3分2日とかで、はい、でまた蜜を貯めるのはその時期にもよりますね。早い時はもう 2,3 日で貯めて始めます。頭って書いてた、あれを肉団子にして怖い幼虫に与える。いきます。大丈夫です。顔も撮ってもらって。何かある。うわー、すっごですか。痛いです。もう何回刺されても痛いです。キャンパーっぽいっすよね。そうですね。すごい。めっちゃ美味しそう。ブラックペッパー。いいですね。お母さんのクッキング。まずこのテクニックというか、そうなんだ。早やみ解凍するとかでキャンプ場とか行かれるんですけど、山とか。うまくないですか。うん、5個ぐらいちょっと
いや、もうすみません。いただきます。本当にこれ見て、うわ、もうめちゃめちゃ染み込んでる。じゃあちょっとこっちの歌、やばっ、めっちゃ美味しいです。食べたやろ。食べたい。マジでうまい。すごい美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございます。キュウリさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。